こんにちは、東京不動産大学稲垣義邦です。今回通勤のシリーズになりまして、上野駅にご通勤の方に、おすすめの駅3選ですね、ご紹介させていただきます。でまず1個目ですね、北千住駅になります。アクセスは上野まで、日比谷線で9分になります。で他に使える路線がですね、常磐線、東武伊勢崎線、それからつくばエクスプレスになります。で相場は坪単価が 311.5 万円、シングルの家賃は 7.11 万円となってます。ちょっと最近ですね、人気が出てきておりまして、坪単価はですね上昇傾向にあるかなという、印象ですね。で丸井を含め大型施設がですね3つありまして、非常に便利な駅になります。で、大学がですね5校あるんですね。なので、文教の街と言えるんじゃないでしょうか。で最近ですね、非常に、再開発がですねされておりまして、便利になってきている注目の駅になります。続いて日暮里ですね、アクセスは JR の山手線で4分になります。他に使える路線ですね、京浜東北線、常磐線、京成線、日暮里舎人ライナー、成田スカイアクセスになります。で、坪単価相場ですね 322.2 万円で、シングルの賃料は 8.73 万円になります。日暮里はですね、山手線の中でも比較的知名度がですねない方かなと思いますので、坪単価322万円というのは安いんじゃないかなっていうふうに思います。で成田空港まで、成田スカイアクセスで36分で行けるんですね。これすごい便利かなと思います。で最近谷中っていうのが非常に屋根線って言ってですね流行っているんですけど、谷中銀座商店街も近いというエリアになりますので、お買い物の環境とかですね、住環境は非常にいい街かなと思います。で続いて稲荷町です。アクセスは東京メトロ銀座線で2分になります。で相場は坪単価が 368.4 万円、シングルの賃料が 9.58 万円となってます。かっぱ橋道具街っていうのが近くにあるところですね。で、下谷神社、浅草の近くになりますので、歴史的なですね、昔からあるお店とかそういったところが多いエリアになっております。以上ですね、参考にしていただいて、居住エリア選んでいただければと思います。ありがとうございます。